こんにちはよそやマスターです、えー。今週はですね、第32回マイルチャンピオンシップについてお話をしたいと思います。えー、マイルチャンピオンシップですが、えー、18とですね、頭数も揃っていますし、まああの、モーリスが休み明けであったりですね、まあ、別路線組からイスラボニータがマイルに挑戦してくるとかですね、まあ、そういう、えー、経緯もあって、かなり人気が悪そうな混戦模様かなというふうに思っております、えー。それではですね、いつものように過去のレースを順番に振り返っていきますが、1、えー、つ目がですね、春のマイル王決定戦ですね。 でこのメンバーからはですね勝ったモーリス、えー、2着番宣ンンヌ、えー、あと4着フィエロ5着 KI エレガントあたりもちょっと見ていこうかというふうに思いますで勝ったモーリスなんですが、えー、いつもスタートで遅れる馬が、えー、スタートを珍しく出て、えー、先行して押し切るといったまああれですね力で押し切った強い内容と見ていいのかなというふうに思いますで2着ですね2着の番宣ンンヌはですね外枠だったんですが内に潜り込ませて、えー 直線勝負に徹したんですがちょっとですね、前がここで詰まってしまっての2着ですね。まあ、スムーズなら勝てたかなということと、えー、もう一方ですね、うまくロスになく、ロスのない競馬をさせた点が、まあ、福永基の高撃場で見るか、それがちょっと評価が分かれるところかなと。まあ、なので、この2頭に関してはですね、やはりマイル戦線では上位クラスと見る,見るのが正しいのかなと。ちょっともうリスもですね、今回もまた、もしかすると出遅れてしまう可能性があるので、こういう競馬ができるかどうかはちょっと微妙なんですが、まあ、この2頭に対しては、まあ、力はあるといった評価でいいのかなと。で、あとですね、えー フィエロ人気だったフィエロは、えー、先行してですね10番ですねこの行為にてちょっと伸びをかきましたの、ね、でもうちょっと走ってもいいかなといった感じがしたんですがこれで4着ですねであと、えー、2番手追走のケアエレガントが5着とまあ今回先行場多いのでねもうちょっと厳しいって競馬になるかなといった感じがしていますなのでまあとりあえずですねこの安田記念組からは、えー買って モーリス二着のバンセンヌ、あと、まあ、四着のフィエロの巻き返し。この三頭が、やはり今回は注意が必要なのかな、というふうに思っております。で次ですね、毎、えー、日王冠ですね、毎日王冠。あの AC 光とディサイファーで決まったレースなんですが、えー、この日はですね。内側がやはり開幕集ということで、インが有利なババだったこともあって、逃げた馬が一着ですね。 ですねでそれをですね、えー、イスラボニータは6番ですね、まあ、中段ここにいたんですね先行集団にいたんですが、えー、馬なりでちょっと外に出して、えー、3着とまああのー、この差はですねやはり、えー、開幕種の場合でコーナーワークの差だと見ればやはり、えー、天皇賞3着の実績が示すように毎日王冠組では上位という評価なのかなという。 感じがします。あとですね、ダノン・シャークがこの後ろですね、ここにいての4着。で、これもですね、58キロ、かつ、えー、外を回らされたことを考えると、えー、やはり、毎日王冠の内容を考えると、マイルでは実績的に上なのかなというふうに思います。で、あと5着が、えー、当選スターダムですね、当選スターダム8番。まあそうですね、この2、4、5着はですね、3, 3、4、5着の、えー、この、イスラボニータ、 ダノンシャーク、当選スターダムの3頭は、やはりマイル戦線、まあ、ね、やはりあの王道のですね、えー、天皇賞の路線から比べると、やはり1枚落ちるマイル戦線では上位と見るべきかなと。それはですね、もう1個見方がありまして、番戦ンンヌですね。まあいつもと違う先行した競馬を下にせよ、9着と。で、番戦ヌがこの後、天皇賞でも18着だと、ことを考えると、やはりこの、え毎、ー、日王冠、天皇賞組が上位と、やはりマイル戦線に上と、 見るのがいいのかなと思います。なので、この3頭に関しては要注意という風に思っております。で次ですね。富士ステークスですね。で、このメンバーからはですね。里のアラジンロゴタイプ。まあ、ちょっと下見るんで、この2頭を中心に見ていこうと思います。で、ダノンプラチナがですね。差し切ったレースではあるんですがえ、2番手をロゴタイプが熱いっ,ってことですね。2番手を。 えー、そうですね。ロゴタイプが、えー、追走しての3着と。で、ペースもですね、そんなに速くなかったので、えー、今回、えーせ、前回これですね、59秒1なので、このペースでは今回、先行できなそうなので、そういう意味ではですね、ロゴタイプと里奈良人は今回、勝負付けするんだと見ていいのかなと,もなと思います。ここですね、ここで2着ですね。なので、えー、先行馬が揃って、かつ、えー、外枠を引いたロゴタイプであれば、富士ステークス組では里奈良人上位に取ればいいのかな。 といった感じがしておりますで次ですね、スワン・ステークスですねで。このメンバーからは、ですね勝ったアルビアーノ2着のフィエロあたりが中心になりそうだと、まあ、ちょっと2頭見ていきますが、えー、勝ったアルビアーノはです、ね、今まで先行する競馬しかしてこなかったんですが、えー、これですね先、えー、逃げる競馬ではなく、後位からの競馬ですね。での 高、ね、位からの競馬での1着ですね。で刺してきたのが、えー、フィエロですね。で2着と。 で、このレースはですね、実は1400メートルの距離を考慮してもちょっとペースが遅かったので、多分今回のマイルチャンピオンシップの方が距離が伸びてペースが上がることを考えるとえ、フィエロとアルビアーノのこの内容については互角という見方ができるのかなと。ただまあ、アルビアーノもですね、前回から指す競馬を覚えたのはかなりプラスなので、無視はできないといったところだと思います。で、なので S1 セイクス組ではこの上位2頭を高い評価でいいのかなと思います。 で、最後ですね。えー、天皇賞秋ですね。で、これ、ラブリーデーが勝ったレースですが、えー、この時3着のイスラボニータですね。で、イスラボニータなんですが、やはり府中の2000メートルのすぐカーブな不利な外枠から、えー、外を回らされながらも、3着といった内容はかなり評価に値するのかなと思います。で、前回ちょっとかなり位置が悪かったんですが、どうですかね、マイルで、えー、この、 このラップだとちょっと後ろになるんですが、やはり毎日王冠であるとか、それ以前の競馬を見ると、もうちょっと前に行くのかなといった感じがしています。なので、やはりですね、イスラボニータはですね、この天皇賞の王道戦線でも3着と考えると、参りチャンピオンシップで高い評価を与えて当然なのかなというふうに思っております。で 1一頭1頭展開をお見せしながら解説をしますがちょっとですね逃げ争いうんラップだけで言うとちょっとカレンブラックキルトこのケアエルガンどちらかが逃げるかなとであと安田記念で逃げを打ってる、えー、リアルインパクトの3頭の逃げ争いと。 でまあレッドアリオンがちょっとスタート悪いとかですね、えー、あとロゴタイプもそんなに無理やりいかないかなといった感じなのでまあこの3頭の先行かなというふうふに思っていますであと、レッツゴードンキはですね一応、桜花賞を逃げて逃げ,逃げ,逃げ切りがちをしているので先行力あるようにも見えるんですがただ、このままあんまりチェーンのラップが速くないのと桜花賞の逃げ切りがちの時は 1000m 通過62秒ごという超スローペースなのでそういう意味ではやはり K.I. エレガンとか、えー、カレンビラ・ビブラック・ヒル、えー、リアル・インパクトあたりの先行で始まると。で 今お話したように意外と先行馬がいるのでそんなにはです、ね、ペースが落ち着かないのかなという感じがしていますなので、まあ、力勝負になりそうなので、えー、展開の紛れで,です、ね、変な先行,馬がの先行馬が残るという展開はどちらかと,いうと想定しづらいのかなという,ふうに思っています。 ちょっと1番から見ていきますと番宣えここ2回全然距離が合わなかったこともあって駄目なんですがやはり安田記念と同じように中段よりやや後方の打ち出しをためてロスのない競馬をするかつ今週からのコース代わりで内側が有利な馬場になるようであれば注意が必要なのかなと思って で2番の K.I. エレガントえー、一応ですねえー、完全にあの無視はできないとは思うんですね安田記念5着なので無理はで無視はできないんですがやはりちょっと今回の先行馬が多い点を考えると展開的には厳しいのかなと思いますで3番は厳しい、えー、4番ダヤマッチョーレもですねよっぽど打ち出足を貯めて差しが届く展開にならなければ厳しいとで前回のスワンステークス見る限りはやはり、えー、アルビアーノダルとかフィエロの方が上なのかなと思いますでイスラボニータえー、そうですね そうですね、マイルがどうかという感じなんですが、久々ですね、あの、もともと新潟に再ステークス以来なんですが、まあ、もともと先行する足もありますし、ここ最近の内容を考えると、やはり、えー、かなり上位なのかなと。で、マイルもこなせると思うので、そういう意味では、えー 人気だけけけども当然買わななればいいいと,というところです、ね、でアルマは色々前回見ると厳しいでしょう。でアルビアーノ、前回で指す競馬を覚えたんですが、やはり展開名を考えると、えフィエロと互角といった程度かなもしかするとフィエロに逆転されるというぐらいの見方でいいのかなと思います。サトナアラジン、この馬もですね、えーまあ、見方はあるんですが、えー、前回は、えー、ダノンプラチナに負けてしまってはいるんですが、その前、エイシンヒカリの2着と。 毎日王冠で逃げ切りがちをめているで毎日王冠天皇将軍が強いよってお話をしているのでそういう意味では里奈良人は高い評価を与える必要があるという風に思ってます。 でレッドアリアンはちょっとスタート悪いし、えー、先行馬が多いんで厳しいでしょうでフィエロ、えー、そうですね、まあ、ちょっと安田記念の敗戦はもうちょっと走ってもいいかなといった感じはするんですが、えー、前回のスワン・ステークスの内容だけ見ればアルビアノとは互角とでその前を見ていくと実は去年のマイルチャンピオンシップ2着馬なんですが、えー、勝って ダノンシャーークがが岩田ジョッキかかななり内からロスののい競馬をししたのに対して、えー、まあこのままそんなにロスがあったわけではないんですが、ちょっとしたコース取りの差で負けているので、そういう意味ではですね、ダノンシャークよりはちょっと上という見方がいいのかなと思います。でカレン・ブラック・ヒル、レッド・リベール、リアル・インパクトは厳しいとで。当選スターダムとダノンシャークは毎日オーカーの内容で、イスラ・ボニータとはそんなに差がないよと。なので展開したいでは通用するよというところですね。 でモーリス、えー、もうちょっとこれ分かんないですね、スタート、どういう競馬をするかもですねスタート次第なので、えー、前回には須田記念は出てるんですが、その前3回は全部出遅れ、4回ですね、出遅れなので、今回、ちょっとこの位置にしてありますが、スタート出れば、好意ですねで、スタート出なければ後ろからというところなのかなと、ただですね、えー、マイル戦線、番宣のを比較すると、マイル戦線よりは、うん、どちらかというと、 え、王道の毎日王冠、天皇みゴミがらちょっと強いかなといった感じがしています。で、ロゴタイプはですね、やはり里奈良人に勝てないだろうと。ね、クラリティスイ使いも厳しいですね。という形の、えー、分析になっています。で、あとはですね、え、今週から、え、コースが、え、B コースから C コースに変わります。なので、このコース変更で、どこが有利になるかによって、最終的な判断をしたいというふうに思っております。えー、マイルチャンピオンシップのですね、解説、無料会員の解説はここで終わらせていただきます。また来週 楽しみにしていてください、えー、ここから有料会員様限定でお届けしますが